写真集売り切れすごいなって、いや売り切れとかじゃない、そう写真集の件ですけれども、昨日イベントの方が あったイベントの件がね、発売ってなんて言うんですか、写真集のお渡し会か、お渡し会のチケットの方が発売だったんですけれども、そうすぐねなくなっちゃったっぽくて、そうめちゃ嬉しかったけど、なんか本当かなみたいな。でもまあなんか時間見たら4部制で、なんか1回1部でも1時間とかのかな、そうだから即ねなくなっちゃって、すごいねお買い求めしてくださる方がたくさんいて嬉しかったです。なんかそう嬉しかった、うん、5冊は秒だった、そう買えなかったって、そう5冊欲しかったって声がいっぱいあって、そう写真集をね、でもなんかイベントがあるまで買うの待ってるみたいな人たちもいたから、そうこうやってまたイベントできたらいいなって思います。買えなかっただって、そう買えなかったとか、チェキとかするします、5冊はチェキが取れる、渋谷行きたかったので、でもなんか写真集のアカウントでなんか買えなかった人みたいな、なんかちょっと今やってますみたいな感じでねポストあったから、ぜひぜひ。でもなこんなにさ、なんか欲しいとかなんか買いたいって言ってくれる人がいるんだって思って、そう買えなかったって言われるのも嬉しかったですし、こうやってねたくさんの方が欲してる、まあ私のその存在そのがチェキとかあるからかもしれないけど、まあ、写真集を通してじゃないですか、だからこうやってねたくさんの方にそう買えなかったとか買えたとかそういろいろ言っていただけて本当に嬉しかったです。うん、そうしかも明日は EX 大衆さんが発売で、そちらの方にはね写真集の使われなかったカットとか載ってるので、そちらの方もチェックをよろしくお願いします。そう明日の EX 大衆さん、EX 大衆さんは一早く写真集の雰囲気をちょっと感じることができると思うので、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、そう写真集をね出すなんて多分一生に一回だと思うので、そうちょっとこのね写真集の大事に大事にしていきたいなって思います。イエイ。本当楽しみですね。だって嬉しい楽しみ。いつから写真集出そうと思ったのだって。いや思ったことない。思ったことないかったんですけど、いろんなメンバーとかが写真集出したいとかって出したりしてて もう私は関係ないっていうか、なんかまあそこを出したいっていう夢とかそんなかって。そう出したいと思ったこととかなかったんですけど、卒業発表してからそうマネージャーさんに、えりちゃんにこういう話が来てるんだよねって言われて、写真集を出さないかみたいな
言ってくださるところがあるんだって言われて、最初笑っちゃったんですけど、なんか自分がみたいな私が写真集みたいな、ちょっと最初笑っちゃってみたいな、なんかその時はもうなんか出したいとか出さないとかも何も言わずに、って面白いですねって、びっくりみたいな、面白いって思ってて、でもまた後日そういう話が来て、なんか最初はなんか自分は歌を歌いたいからやめますって卒業発表した時に、やっぱ一人で歌っていきたいっていうのがあったから、なんかそういう歌なんか歌ってる感じ、なんかそういう感じの写真集にするみたいな話があったんですけど、なんかライブステージをでステージでギター持ってみたいな、そういう未来の活動を感じさせるようなみたいな、そういう写真とかも撮ろうみたいになったんだけど、まあ、その未来にのことが何も決まってないからそう自分を歌いやりたいって言ってやめたけど、そう何もね決まってない、それは去年の12月とか11月とかの話なんですけど、そうどんなことが待ってるか分からなかったから、なんかそんな無責任なことやりたくないなみたいな、なんかそうやって写真集でそういう期待をさせといて、まあ、すぐにそんなことできないし、そうなんかそういう期待だけさせといてっていうのが嫌だったので、ちょっとそれはどうかなみたいな話をさせていただいて、そうそれで、でなんかいろいろ話してて、そうこういう感じになりました。そうでも打ち合わせとかあった時もなんか本当卒業旅行気分で何も気負わずにいていいみたいな感じで言っていただけたり、なんか写真集ってさ、なんか水着とかそういうなんかちょっと露出系のイメージがあるじゃないですか。でもなんかそういうなんかこういうこういうのを作りたいわけじゃなくて、そうこういうものを作りたいわけじゃなくて、なんか素の感じとか、そう私の良さが出るみたいな、そのまんまな感じが撮りたいみたいな、そうそういうのでいいのでみたいな、旅行気分で卒業旅行気分でいてくれたらいいですって言ってもらって、おうってなんかそうやって言ってもらって、そうおう、でもまあ紙面見たらちょっとびっくりするかもしれない、うん、そうでも自分もでも楽しかったから、撮影中はなんか飛行機乗って遠くに行ったり、いろんな服着ていろんなところ行ったり、いろんなもの食べたり、そう旅もうほんと卒業旅行みたいな気分だったから、撮影はだからめちゃ楽しかった思い出に残ってます。うん、楽しかった、楽しければ良い、そう
ね、発売まであともうちょっとだもんね。楽しみです。プロカメラマン同行の旅行って雰囲気なのかな。あ、そうですね、カメラマンの方もめちゃくちゃなんか笑わせてくれました。なんか佐藤さんというカメラマンの方だったんですけど、すごいなんかいっぱいいろんな面白いお話とかしていただいて、そうで、ヘアメイクさんと、あのヘアメイクさんと衣装さんの女の方々だったんですけど、そのお二方も初めてで一緒の現場だったらしいんですけど、すごい友達みたいに仲良くなってて、なんかみんながすごくね仲良くなってて、そう嬉しかったです。うん、なんかみんなが仲良くなっている、みんなの仲の良さに紛れさせてもらってるって感じでした。なんかみんなが撮影、なんかみんなチーム、なんていうんですか、その仲のいい輪の中でなんか撮影してもらってるって感じ。ちょっと見たくなってきたって、ぜひ。公式 X の動画でも谷さんです登録。本当？そう？楽しかったです。もう誰かに見せましたか？まだっていうか、まだ紙面がない、雑誌がないです。うん、表紙が神秘的。表紙がね、そう、表紙もなんか今っぽくないっていうか、あのなんていうんですか、本当今っぽくないっていうか、もう顔だけって感じなんですけど、なんかちょっと懐かしいっていうか、そうレトロみたいな感じがめちゃいいなと思った。うん、そう顔だけでした。マジでここだけだもんね。だってみんなの表紙とか見たけど、みんなやっぱこことかね、ここら辺だったけど、私マジでここだけだった。そう、そうなんかね、表紙の案も8個ぐらい来たんだけど、全部無理、なんか最初全部無理って思ったんですけど、そうやっぱさ、自分で見たらさ、なんか怖、なんか分かんなくて、あの自分で見たらなんか表紙って考えたらさ、なんか自分の中で勝手にハードル上がっちゃって、なんか本当に奇跡の1枚とかじゃないとなんか大丈夫かなと思っちゃってたの。なんかそうだって表紙ですよ、写真集の。そうだからうーんと思って、どうしようと思って
それでマネージャーさんがこれはどうって聞いて、あってそう、でなんか全部マネージャーさん、でもやっぱさ自分が決めるよりやっぱ人に聞いてさ、人がいいって思ったものがいいものだから、やっぱ自分はいいって思ってもそう分かんないから、であの表紙に決まりました。でも最後2択だったんですよね、なんか表紙がなんか秋元先生からこの2個2択でって言われて、表紙でもその2択からは即決で決めました。表紙なぜ赤なんですか、だって、え、赤かな、着てる服、あれオレンジなんだよね、多分オレンジの服を着てた気がする、うん、あれは大分県について一番最初に撮った写真、一番最初の場所です、うん、大分は意外だった、だってなんか決まってた決まってました、うん、なんで大分めっちゃ来てるね、わかんない、でもなんか暖かいところがいいなって思ってって言ってた、でもめっちゃ寒かった大分、やっぱ温泉とかですかね、温泉とかが良かったのかな、でも温泉好きだから、でも海とかにも行きました、楽しかった、いっぱい動画あるからね、載せたいです、早く、うん、オフショットもいっぱい撮った、だっていっぱいあると思います、でもオフショットマネージャーさんがちょっとオフショット下手っていうかちょっとあんま上手くなくて、なんかあのねちょっと載せられる写真があるかわかんない、ちょっとそんなこと言わないでいやじゃなんかねそうすごい、でもまあ載せる写真ありますよ、なので載せますから、うん、
生誕イベントでもぜひ公開あイベントね楽しみ。ディズニー行ってきたの？ディズニー行ったよ。休憩時間に自撮りしたりしないものなの？自撮りしたいだろう、みっちゃん。もうファンクラブ入らないと小田ちゃん見れなくなっても、そうファンクラブぜひ待ってます。ファンクラブ入ってね。また配信もぜひやりたいです。バースデーイベントはすること決まってます。あのね、作家さんがいるので、あのやること作ってくれる作家さんがいらっしゃるので、台本も作ってもらってます。台本あるんだって。なんかやることとかいろいろ企画とか考えてくださってます。撮影タイムありますかね。撮影タイム欲しいよね。多分あると思う、バースデーイベントは。わかんないけど、でもまあ私の誕生日なんで、その日は私が生まれた日だから、ちょっとあの私優先で全部あの私の誕生日なので、貴重なあの私の27歳の誕生日の夜なんですよ、実は。あの日、私のお誕生日の夜、貴重な夜なんです。なのでちょっとすいません、私優先で、全力でお祝いさせていただきます。やったー。楽しみ。いや4月はねいろいろありますね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエリナー、両親に感謝してね、だって。ありがとうございます。お話し会追加に行って、お話し会あったっけ、私お話し会なんてやるかな。お渡し会ね。4月25日だとクラスで仲良くなる前に誕生日って感じでしたか。そうです。なんかもうね、ロングヘア飽きちゃったんですよ。
なんかね、飽きた。てか髪の毛を染めたいです早く。もうめちゃ色落ち、なんかね、色落ちするシャンプーっていうのを買ったんですよ結構前に。今それずっと使ってるからね、マジで髪の毛明るい、めちゃ色。お高いのになって、そうだよこれ高いんだよめっちゃめっちゃね高いんです。これちょっとみんな、ちょっとさ、これ本当に高いからちょっと優しくしてもらっていいですか。あのすいませんけど、ちょっと優しくしてもらっていいですか。アンパン、あ、いちごちゃん。キルフェボンのホールケーキ何個くらい買えますかって。キルフェボンのホールケーキ買ったことないからいくらか分かんない。1000円ぐらい。8000円くらいなんだ1個ホールケーキ。じゃあ6個ぐらい買えるかも。6、7、7買えるか。ツインテールもしばらくはお目にかかれない。もうする機会ないよねツインテール。もう恥ずいだろう。だって、え、全然恥ずかしくない。次の僕対決ぜひ。だってね、最後の通常公演だよ。どうしよう、髪型何にしようかな。髪の毛変えるのは気分だって。気分、何も考えずに美容院に行って座ってから考える時もありますし、なんか暗くしたいとか明るくしたいとか思って美容院に行くこともありますし、なんかほんと気分。美容院はめっちゃ行ってる。だって2週間に1回とか染めてた時あったもんマジで。トリートメントとかもあるからね、やっぱ見られるお仕事なので、やっぱトリートメントとかをして、まあ、いい髪の毛の状態で人前に出たいなみたいな。うん、あ、すごいミラーボールが。
それは経費になるのってならない。ならない。イエイ。あくび映った。鼻赤いよ、あくびしたから。あくびももうすぐ見れなくなるのか。そうです、あくびももう人前ではやりません。ちょっとね、もう人前であくびはしません。昨日と今日とお話し会なかったら寂しかったって。そっか、みんなお話し会だもんね。もしかして他の女とお話し会知ってるけ？他の女とはお話し会してるけ？してるけ？してるけ男子？他の女とお話ししてるけ男子？ああ、なるほどね。してるけ男子？ああ、なるほど。でまあ、そっちがまあそうなら、まあ、こっちもこうだから、じゃあね、そっちがそうなら、まあ、こっちも考えるよ。こっちも対応考えます。ごめんなさいだって。ごめんなさいで済んだら、ごめんなさいで済んだら、警察いらないんだよーね。ごめんなさいで済んだら、ちょっとコール&レスポンス全然ダメじゃん。警察いらないんだよね。ごめんなさいで済んだら、おお、
すごい。ごめんなさいって住む世の中がいいだって。確かに、ごめん、確かにそうだね。考え直す、自分も改める考え方。ごめんなさいで済んだら警察いらないんだよって、誰の言葉、誰の発言。ごめんなさいで済んだら警察いらない、どういうこと。てかこれ、よく聞くけど、よく考えたら意味がちょっと分かんない。はい、てな感じで、てな感じで、てな感じで、うん、なんと今日の配信終わっちゃおうかな。ありがとうみんな。明日は EX 大衆の発売なので、ぜひチェックよろしくお願いします。ということで、じゃあ最後におランキング見たいと思います。13位クロワ、12位ラピス、11位ユータパパ007、10位タンちゃん、9位アヤカン、8位ケーキ、7位ショータと代理しかかたん、6位ファデル、5位ワタアメ、4位ジョーム、3位バディ、2位マアットダシ、そして1位はキヨ。ありがとう。ということでみんな、明日 EX 大衆よろしくね。ではバイバーイ。